皆さんこんばんは。イラストレーターのミラクル沼尾です。僕のチャンネルを楽しみにしてらっしゃる <laughs>、極少数の。 なな方々大変お世話になりました来年もよろしくお願いいたしますということで年末これね15年に一度ぐらいの忙しさになってしまいまして編集がね間に合わないかもしれない分けなきゃいけないような感じになってしまった場合は後半は来年のアップになってしまうという感じなんですよね本当に申し訳ないです今年最後の僕のネタいきますか前回予告した通りですね僕が今年感じた 音楽のニュースベスベト5を話してていいこうかなって思います例によってちょっとレジュメを出すのはやめますねこの動画の説明欄にまたしてもタイムスタンプを作りますからそこを見ていただければ気になるところからね見ていただくでも全然構いませんのでまたね前回同様こっち空いてるのはここにいろいろ僕が出していったりしますんで空いてるっていうことですね僕が今年気になった洋楽ベスト5からいきますトトラビス・スコット事件 ということで、これはどれぐらいの方が知ってらっしゃるかということなんですけれども、今年の11月5日ですから先月ですね、トラビス・スコットってヒップホップのアーティストがいます。ものすごく売れてる方です。世界的には。日本ではそんなでもないんですけれども、そのトラビス・スコット主催のヒップホップフェスティバルで、アストロワールドフェスっていうのがあるんですね。2018年から毎年行われていて、去年2020年 年ですねの時だけコロナのパンデミックによって中止になったんですけれども、まあ、それが今年開かれたとそのフェスティバルで客同士の m o により10名が亡くなったととんでもないなと大変な事態だなと僕はニュースを見て思いましたねっていうか足っ,ってうーんちょっとこれは本当にね僕もなんだろうな 周りの人間とは話したりしました。こういうことがあったってどう思うっていう話はしました。やっぱりね、考えなきゃいけない事件だなと思います。トラビス・スコット についてなんですけれども一応基本情報を話しますね。1992年生まれの現在29歳です。一番メジャーな感じで言うとですね、クリストファー・ノーラン監督の超話題作テネットですね。あれの主題歌がトラビス・スコットの曲ですね。ザプランっていう曲だったかな。うんででで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 ,で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 っていう <laughs> あのバッキングの曲あるじゃないですか。あれの曲の人ですね。えー、2013年ミックステープでデビュー。ファーストアルバムが2015年 すでにファーストから売れます US ビルボード2位 US のビルボードはいろんな種類があるじゃないですかそこの R&B ヒップホップチャートそこでは3位になります2016年のセカンドは両方のビルボードのチャートで1位になりますで S のタイトルにもなっている2018年のサードアルバムですね「アストロワールド」 はアメリカの今言った両チャートで1位はもちろんのこと世界各国アメリカ以外10カ国でナンバーワンになったアルバムですねだから繰り返しますけど世界的にはめっちゃ売れてるアーティストですねそのサードアルバムのアストロワールドが売れたからフェスもやろうっていうことになったんだと思われますけどちゃんと聞いたことがなかったので聞いてみましたトラビス・スコット 僕もうーんはいあんまりやっぱり、まあ、僕も50過ぎだからねブラックミュージック大好きだしソウルミュージックが得意なジャンルだったりしますけどだからヒップホップももちろん聴きます。だけどオーールルドスクール とかかですかね、えー、何年ぐらいかな一番最近わかんないですけどもオールドスクールのだからなんかヒップホップの歴史とかは詳しいかな一般の音楽好きの人よりもだけども2000年代入って2010年代に入ってからのヒップホップとかは本当にわからないですねただ聞いた中だとシザっていう人とのラブガロアっていう曲が一番良かったですかねそれ以外は軽いリズムトラックに暗めの旋律でなんかだからこの音楽で 模試をやるっていうのがちょっと僕は。 想像つかなかかなっったっていうか多分あえてねそういうヘビーな感じに対してリズムトラックは軽くしてるっていうのは多分あえて狙いだったりとか、まあ、それが今だったりすんのかなって思いますけど出ているアルバム「3枚」を見て僕の接点っていうか共通項があるなって思われた部分はトロイ・モアとかそれからスティービー・ワンダーハーモニカで入ってたりとかあとサンプリング元が美容句だったりとかフィリップ・ベイリーとかね「アースの」のその辺かなぐらいで。 We'll be right <laughs> back. もうあとはほとんどの参加してる客演っていうんですかそこで一緒にやってる客演のミュージシャンっていうかアーティストはほとんど僕わからなかったですけどもそうか自分の共通項としてはそのサードアルバムの「アストロワールド」のジャケットを一発で僕誰が写真家か分かりましたデビッド・ラチャペルっていう90年代、まあ、80年代の終わりぐらいから出てきたもう独特の世界観のある写真家なんですよ アルバムのジャケットはかっこいいなって思いましたはいだから単純に純粋にトラビス・スコットの音楽が好きだっていうファンの方がもしねこれを見てたら本当に申し訳ないなって思いますけどちょっと僕はもうはい曲はそんなに来るものはなかったかなっていう感じがしましたね一応ねナンバーワンになった曲5曲だったか6曲だったか調べて それも全部一応聞いてみました。それでもちょっと申し訳ないっていう感じでしたね。で、その11月5日のライブが丸ごと YouTube に上がってます。なので僕もそれ見てみました。でね、最初僕そのニュースを聞いた時にトラビス・スコットが気がつかないっておかしいなって思ったんですよ。で、本人は全くそんなことになってるっていうのは気づかなかったって後に言ってて、おいおいおいと。 いくらねまあじゃあステージ上に行ってライト当たってると確かに客全く見えません僕もバンド経験者なんでどれぐららいいいい客のの顔がが見えななかかかか様子わっていうのは分かりますしかも僕が最高にお客さんの前でやった人数って昔10人か20人ぐらいと思ってたんですけどよくよく記憶をたどってみたら僕ねマックス100人の前でライブやったことあるんですよ。なので100人と 何万人、え、五万人ぐらいでしたっけ、お客さん来た数。だからもう桁違い、だから。僕のライブ経験が参考になるとはとても思えませんけど、確かに見えないと。で、インカムあるじゃないですか、あれをしてるから、多分、うん、お客さんが。 中止しろ分かります分かりますけどインカムの音ってそんなに大きくないんですよ実は僕はドラムだったからドラムの場合もありましたけれどドラムの時なんかは特にインカムの音がちっちゃいなって感じたりしますまあドラムの音自体がでかいんでね音がねなのでここで鳴っててももっと上げてくれって思った瞬間はいっぱいありますレコーディングの時とかもなので僕の話とは比較にならないっていうのは置いといたとしてもいやトラビス・スコット途中 わかるだろうって思ったんですけども微妙でしたそしたら2回トラビス・スコットが中止っていうか止めてる状態がありました1回目は、えっと、9時から始まるんですねステージは夜の9時ですね 夜の9時から始まって、1回目はちょうど9時半ぐらいです。30分ぐらい経った時に倒れちゃって人に踏まれたりとか、押し合い、へし合いとか、もしゅって、あ、そっか、しわかんない人いますかね。ダイブあるじゃないですか。要はライブ中に客がステージからダイブすると。で、それを客がこうやって、なんつうの、流していく。あれも僕はやったこともないし、 てか僕の動画を見てくれてる方は分かってると思いますけどライブがそもそもライブとカバーが僕はあんまり好きじゃないからライブにあんまり行かないんですよねましてや僕が行くようなアーティストでライブするようなアーティストはいませんなのでライブなんかもちろん自分もしたこともなければ見たこともないんですけどあれがどん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 進化してって発祥どこなんですかねもう主のね やっぱり多分、激しいバンドがヘビーメタルとかわかんないですけど、そういう一番最初は多分ハード系のアーティストのライブで流行り出したんかなっていう気はしますが、人と人同士がこうぶつかり合うんですよね。 あえて押し合いへし合合いいみたいなことをしてもうギュ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 バンバンってぶつかり合うとでそれがまた我々アジア人じゃなく骨太の西洋人とか海外の方だとガタイもでかいですから、まあ、そりゃ怪我人も出るだろうとでですねライブ中になんかあったなと怪我人が出たとでそれに気づいたその周辺の人たちがスマホかなんかで救急隊とかを呼んだんでしょうね救急車両が 人混みの中をゆっくりゆっくりこう入ってきて助けに来るんですよでそれはさすがになんぼなんでもトラビスも気がついておい大丈夫かと声をかけるんですね しばらく音も止まって大丈夫なやつは中指をああ自分がやっちゃった僕僕がやっちゃうとまずいですね中指を空に掲げてくれって言うんですねそうすると当然問題ない人の数の方が大量ですから、まあ、みんな中指を空に高く突き上げたとでトラビスも大丈夫だななんて思ってまあ進めるとで今度はその12分後ですね約9時42分ぐらいになって で、カモンカモンセキュリティなんつって倒れちゃった人とかを助けに来るセキュリティを誘導するようなシーンがあったりします。なので他のね、えっとスマホのそのお客さんが撮ったビデオもいくつか見てみたんですよ。それだといくつぐらいの人かなちょっとわかんないんですけど中止しろ中止しろって怒鳴ってる客もいれば自分のねすぐ近くでもう倒れてなくなっちゃったりとか息してなかったりとかしてカメラクルーですね。アップルが放送券 を買ってたみたみいでアップルでね流すっていうことが決まってたみたいでアップルサイドのカメラマンに若い女子が「大変なことになってるから中止して止めて」とかって言ってたりはするんですけど言われてるカメラマンも単なるまあ単なるって言っちゃうと申し訳ないですけどカメラマンだからそういうの止める権限なんかもないしだからインカムとか何て言うんですか無線 とかまあさまざまなそういった無線技術っていうのが今の現代は発達してますから全セキュリティとか全警備員がつながってなくても誰かポイントとなる人とか置いて経由して Travis のところに大変なことになってるっていうのがインカムでね入るようなシステムっていうのが組めないもんなんですかねもう軍事とかねインターネットのさその無線っていうか電波ばっかり進化しやがってと僕は正直思って ってますね、だってですよ、僕の昔の彼女が9つ年下だったっていうのもあって、ハイスタンダード好きだったんですよ。僕はあんまりそういうロック寄りの音楽が好きじゃないので、ほとんどアイスタンダードすいません、これまた。 <laughs> すいませんあのハイスタのファンの方いったら本当に申し訳ないんですけどちゃんと聞いたことないんですけどハイスタのその何て言うんですか伝説をいろいろ聞くんですよ。で客がうわーってなって盛り上がっちゃって騒いで「すいませんそこは詳しく分かりませんけどなんかちょっと大変なことになりそうなになった時があったらしいんですよ」で。でそこでハイスタのメンバーが「やめろ」と「すいませんあの具体的に細かい言葉は分かりませんけどなんかバシッと言ったらもう 一気にみんんななそそれ客いううことを聞いて収まったそうなんですね僕がその話聞いた時にすごいねって言ったら、まあ、それぐらいハイスターはやっぱり素晴らしかった人気もあったし信者も多かったっていうのは聞きましたねなのでフェスティバルでさっき僕が言った「シザとかもトラヴィスの前座っていうかね隣のステージでトラヴィスのステージが始まる前にライブをやったりしてたんですけど他の出演アーティストが何組いようともほとんどのファンはトラヴィスファンだと僕も思うんですね。ましてやで ですね、ライブ前にウィキペディアに書いてあった情報なんですけどフェス開催前に警察が何か問題が起きた時観客を統制できるのはパフォーマーだけですと警告していたことも分かっていると書いてあるんですよまあそそりゃそうですよねだからトラビス・スコットの一言でだいぶ変わるっていうのがやっぱりこういう今ノリに乗っててね売れてて人気もあるアーティストの一番の特権だなって僕は思うんですよね。 はいまあでも亡くなった方には何て言うんですかね言葉もないっていうか一番若い子だと9歳の男の男子が亡くなってたりもしますねでその子はお父さんと言ってるんですよねでお父さんと言っててもこれかとまあだからもうぐじゃぐじゃになっちゃうとお父さんもお父さんでなんかね床にバーンって叩きつけられたりとかしたみたいでまあ本当にうん調べると。 いいっぱいあるみたいいでですねねねそういう事故は、ね、日本でもありました、ね、ただでではないですねまあ、客がなだれ込んだ時に押されるとか倒れて踏まれちゃうとかそういうことでそういうねライブで起こった事件ばっかりをまとめたサイトなんかがあったりするぐらいでちょっとそれにも僕はびっくりしたんですけども何て言うんですかね、まあ、2つ僕はあると思ってまして。1つはやっぱ やっぱりコロナ明けですね。今回のライブのの中継の映像だけでではないです。アメリカのニュースとかを見ていてすごく僕が前から気になってたのはだいぶ早い段階でアメリカはマスクをみんなしてないだから野球観戦だったりとかライブ観戦とかの中継でカメラが入っていくのとか、まあ、ネット上でねアメリカのニュースとかたまに僕見るんですけどほとんど。 マスクしてないんですよまずそれにちょっと僕はびっくりしたんですよ。じゃあ逆にマスクがどれぐらいね、その効果があるかも、まあ正直怪しいっちゃ怪しいじゃないですか。だけども、なんぼなんでもとんの早すぎないかなと。はい まあそれもあるんですけどやっぱりコロナで自粛してて騒ぎたいっていうまあストレスが溜まっていたのが一気に爆発したんだろうなっていうのは一つあると思います日本人のね我々と違って特にアメリカなんかはもうパーティーつきものじゃないですか毎週末金曜とかは必ずまあ土曜でも日曜でも必ずパーティーが開かれるじゃないですかなのでそこの文化の違いっていうのも 僕は大きくあるなって思いましたね、まあ、コロナで自粛しなきゃいけなかったっていうのと騒げなかったあんまり今まで騒げなかったしかも2020年のフェスは中止になっていたとかさまざま重なって。 その今まで我慢していたっていうのがまずは大きく一つあるなって思いますねなんかもうね始まる前のフェンスとかもなぎ倒されて勝手に入っちゃってチケット持ってない人まで入っちゃってたみたいじゃないですかだからその時点でだいぶもう上がっちゃってたんだと思うんですよねお客さんもそれから2つ目はライブででそのの騒ぎたいいいっっってててううがセットになってるっていう部分ですね僕だとやっぱりライブに行って騒ごうっていう気があんまりない。 っていうか皆無ですライブに行くのって本当に曲が聴きたくてしか僕は行かないんですよね音楽を僕は聴きに行きたいとただね音楽を聴くだけじゃなくてじゃあトラビス・スコットのファンの方だって当然騒ぎたいっていうのもあるだろうけども曲も単純に好きだっていう人もいっぱいいらっしゃると思いますただ曲も聴きたいけど騒ぎたいがこれセットになっちゃってるじゃないですかここですよね はい、ライブに行って騒ぎたいっていう人の気持ちも僕は。 わわかかんんないけどかるんですすいませんあの僕は本当にライブに行くとしたら音楽を聴きに行きたいからはいまあ本当に山下達郎の動画のところで語った通りですたっつんのライブみんな座ってるとだから山下達郎さん自身も言ってますけど踊りたいんだったらクラブに行けとディスコに行けとまあそれと僕はほとんど同じような考え方でしてライブに行って握手するのも立つのも正直嫌なんですよねうんちゃんと音楽をまずは聞きたいっていうのがあるんですなのでそういった人の気持ちはわからないけれどもうっ <laughs> そういうういいい人がいるっていうのはは理解できます、はい、お祭りと一緒ですからねもう最近見なくなりましたけどちょっと前だとほらコンビニ前にさたむろする若者はあれもねコンビニでバイトししてる人は大変だなって思いましたもうたむろしちゃってそこで飲み食いしたカップラーメンのゴミとかをさ出しっぱなしで帰っていっちゃうじゃないですかちゃんと金つけろっつうんだよねそれをほらコンビニのバイトの人がね掃除したりとかしてだからああいうのもしっかりお祭りをやるよっていうなんだろうな場所があれば まあでもコンビニにたまりたいんだよな。その気持ちもわからないじゃないです。僕の世代だとコンビニもまだなかったです。まあ公園ですね。 公園でも公園も僕行ったことないですね。もう本当に中学生の時から僕はオタクだったから家で音楽聴くか絵描くか漫画読むかプラモデル作るかが楽しかったんで外に出てダチとそのダベリングするっていうのもあんまりまあ好きな女の子ができてその子と話したいななんつってそのこん家の方まで行って塾行くね <laughs>。 塾行く前にちょっと喋ってくるとかそれも別に道端でしたしねそういうのもねはいそういう音楽ももちろん好きなんだと思いますあのトラビスファンの人も音楽好きで音楽を聴きたいっていうのもあると思うんですよだけどもそこと同時に騒ぐ模シもをしたいとかそういうのもまずワンセットになって捉えてるっていうのがあると思うんですよねじゃあそのね 騒ぎたいっていうのと曲を聴きたいっていうのがセットになっちゃってるっていうのもこれもまた時代のの流れみたいいなものを僕はすすごく感じています昔はやっぱりなかったわけじゃないですか元をたどればダイブもないとまあせいぜいお祭りがあって ぐらいだとそれが時代とともにだん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 曲だけでライブは持たせられないとかまあ持たせられなないいっって言っちゃうと申し訳ないですねまあやっぱり曲っていうか音楽を聴くことと騒いだりすることがワンセットになっていくっていうことがこれまでにないこれまでにない何かっていうものをまあ合わせていったわけじゃないですか単純に音楽を聴くだけじゃない何かを加えていったわけですよね。でそれを演者もかかっているとだから 客が楽しむんだったらっていうことで煽ったりももちろんしますしどん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 エスカレートしていくとあれあれあれとなんかこの「オチ」って前回、まあ、正確に言うと前々回ですか。 のところで僕が話した小山田敬語事件のととと似てなないいかなといくら何でもやりすぎだと僕は本当にそう思いますこのニュースを聞いた時に大変な賠償責任みたいな、まあ、裁判の国はアメリカですから2三百3 0 0億ぐらいいっちゃうんじゃないかなって思いましたところがそんなもんじゃないみたいですねなんか怪我人が300人ぐらい出てでしかも警備会社で警備で働いてた人が自分を雇う時に過去の経験とか もう全然聞かずに俺を雇いやがってなんつって警備の人まで訴えを起こしていて集団訴訟になってんですよその集団訴訟の合計金額が調べたら2287億円になってましたものすごいですもわしん,んないです僕はもうね満員電車ですら嫌なんですよ本当にだって知らない人とこんなになるん こ,こんなになるじゃないですか <laughs> こんなんだって <laughs> ありえないですよちょっとね僕ね色々とあって満員電車乗れなくなっちゃいましてねここね4年ぐらい乗っ もう毎朝僕は5時半に起きてますで6時20分に家を出て7時に始まる喫茶店ですか、まあ、毎日僕は月から金まで教えに行ってますから学校が始まる前ね7時にはもう着いてもうガラガラの状態の電車に乗って学校が始まるまでは喫茶店で仕事してるっていう感じなんですよねだからちょっともうお金をもらってもモッシュとか満員電車とかは嫌ですね ライブに行って騒ぎたいっていう人の気持ちはわからないってさっき言っちゃいましたけどわからないことはないですわからないことはないですけどまあ、本当に命は大切にしてくださいとしか僕は言いようがないですねあのね音楽に限りません別に芸術アート現代アートだってそうですまあ、本当に申し訳ないですクリストとか映画でもいいです僕は死人が出てしまう芸術っていうのは基本的に全部ダメだと思ってますはい 次いきますか。